どうもどうです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、フォトウォークシリーズ第2弾としまして、奈良県柏市にある今井町に行ってきました。一歩足を踏み入れた途端、まるで江戸時代にタイムスリップしたかのような錯覚にとらわれる町今井町。重要文化財などを含め、町の7割近くの民家が近世の町並みを残しています。そんな素敵な風景を写真で収めてきました。それではご覧ください。どうぞ。今井町並み交流センター。 We had our ups and downs baby. Sometimes we were tight and sometimes we 朝が来たって何か関係あったっけ。うん、朝が来た。やらんんじゅさーっと撮影に使われた。あ、そう。 Move on without you。 赤木家町屋みたいなところが結構あって、Sometimes we were tight and sometimes everything but gotta learn just how to forget about you. Forget about you. When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. When you don't pick up for days on end, I see my mistake.I'm out of patience. Come on and say that it's over now, so I can stop chasing. Tokyo は五条武尊が始めたのは280年ぐらい前、江戸時代の中期と言われてますね。でその頃は今より休憩に作りたからやったらしいけど、お酒作りよりやっぱり米大量に使うことから幕府や藩が相当厳しい統制やってんだよね。で幕末時代4件に Sometimes we were smooth and sometimes out of control. Gotta learn just how to be fine without you. Be fine without you.When you call me up and sound so sweet, there's nothing to blame. But when you don't pick up for days on end, I see my mistake. I'm out of patience. Come out and say it, that it's over now, so I can stop chasing. 今いいやん。知らん。ここ行ってこう行って多分こっち来たね。うん、そっか、高いが上だっていうか、あ、見れるところを書いたんじゃないよ。ここもなんとかあんな、お蕎麦の場所か。まあ何屋さん。面白いな、白いチーズとビーフストロガノフの人生オムライス。やっぱりそうか。ハンバーグステーキ、うん、これかな。どうする、別のやつにした方がいい。うん、並んでる。あ、並んでる。じゃあ悩むしかいっぱいある。
白身じゃないんだ白だけ黄身どこ行った。心の優しいおっさんの店です。あけ豆腐、豆腐の自動販売機、すごい。ピーナッツ入りきのこし豆腐。ここでね、200円から300倍だねかな、200年以上ですね。でそれを、まあ、20年ぐらいまで代表でちょっとやり取りになって、これも新しい。ありがとうございます。シャッターみたいな。そうそう、これは全部上げて上げたらこの状態になるんですよ、はい、だから2枚入ってて1枚だけ落とすとこうなんです、ね、この上の部分も実は上に入ったって、はい、下ろしてはないんですけども、今で、うるになったら上げる、これ無料ってすごいですね、うん、聞いたら何でも教えてくれ、うん、写真スポットだらけやな、うん、にしてもよう残ってたね、こんだけ。ようこんだけ残ってた ね、いや、ほんでこんだけ残してたね、よ、うん、誰か建て替えようかっていう人おっても、建て替えてはいるんじゃない、言ってたやん、さっきのとこも修復全部、なんか、うん、もともとあったものを使いつつ、うん、改築して、ここ良くない、うん、何これ、めっちゃかっこいいな、うん、フクロウカフェだから。今さら言われてる。はい、いかがだったでしょうか。明治の文明開化や昭和の開発とも無縁で、このような歴史的価値のある街並みが今も残されているのは日本でもこの今井町だけではないでしょうか。街の人たちもこの素敵な街並みを残そうとすごく努力してくれてはって、素敵なところたくさんあったので、この動画ではまだまだお伝えできてないと思います。なのでね、皆様よろしければ足を運んでみてください。またお昼をいただいたカフェの他にも素敵なお店たくさんあったので、そういうカフェ巡りしても楽しいかもしれませんね。はい、本日の動画は以上となります。この動画良かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考ムービー GO でした。
You will be gone.